皆さんこんにちは、プッシュブレードの大泉です。今日ですね、紹介したいのはこちらフリクションファイヤーのボードリルファイヤーの方ですね、をちょっと紹介してみたいと思います。ボードリルファイヤーの動画いろいろ YouTube 上がってるんですけれども、今日はちょっと少し変えまして、チャーガーを使ってやってみたいと思います。で、今日使う道具必要なのはこちらになります。まずはボードリル、フリクションファイヤー用のスピンドルですね、と弓になります。発火するときに通常板のようなものにこうくぼみをつけて使ってるんですけども、今日はチャーガでやってみるということで、こちら乾燥させたチャーガですね。そしてナイフとなります。で、こちらのナイフなんですけれども、スピンドル用の押さえの穴がこう見えるかな、こう開いております。で、ここを今日はちょっと使って、やってみたいと思います。ボードリルファイヤーやるときにですね、こう構えといいますか、スタンスが重要になってきます。火起こしに使うこの火受けの方、これをこう足でこう固定するんですけども、そこで踏んだこの足に対しまして、反対側の膝が直線上に来るように、そして足をこう後ろの方に折り曲げまして、この角度がだいたい90度くらいになるようにすると、体全体がものすごく安定します。で、このようにスタンスが取れましたら、スピンドルをこう押し当てて、押さえ木を上に乗せてこう持つわけなんですけども、この時にですね、このすね、自分の手をしっかりとこう押し当てて固定してください。これが離れているとこう弓で引いた時にこれがグラグラして、いつまでも安定した摩擦を得ることができません。そしてですね、スピンドルなどをこう地面に置く場合は、ナイフのシースなど何でもいいです、利用して摩擦でこう火を起こす側に湿気が地面から伝わらないように、地面から上げてこう置くようにしてください。で、この弓なんですけども、できるだけしならない木から作ってください。しなる木だと紐のテンションが保てずに、スピンドルがうまく回転してくれません。で、こういう感じでこう止めます。で、やってるうちにこれ少し緩んでくるんですけども、そしたらこちらで持ってる方の手でこうテンションをかけながら、調節しながら回していきます。こういう感じですね。で、こちら今チャーが踏んでますけども、こちらも動かないように足で踏みます。で、出だしはあまり圧をかけずに、ゆっくりと一定の速度で、ここのスピンドルの形とこの穴がぴったり合うように、まず掘るような感じですね、回していきます。はい、今見えるかな、少し煙が出てきたんですけども、煙が出てきましたら、だいたい形が合ってきた音になります。で、ここからは火を起こすための摩擦になりますので、押さえているこの上の手ですね、こちらからの圧力を少し強めにかけまして、同じように安定したペースで引いていきます。で、煙の量が多くなってきたらラストスパートです。焦らずにスピードを増していきます。で、スピンドルを取りましたら、沖を飛ばさないように、このように手で仰いで
火力を強くしてあります。でチャーガーの場合、一回着火するとお香のようにどんどん燃えていってなかなか消えませんので慌てる必要はございません。そうしましたらこのように麻紐などをほぐしましたものをバードネストにしまして、この置きをここへ落とします。で置きがバードネストに移りましたら優しく包み込んであげて息を吹きかけます。ある程度煙が強くなってきたらこのように手を筒状にして振ってさらに火力を上げていきます。はい、火がつきました。はい、でこちらのチャーガなんですけれども、今回はちょっとうまく全部火の粉を落とせましたけれども、火の粉を落としても落としてもどんどんと他へ引火していってなかなか消えないことがあります。でそういった時のためにですね、このようにアルミホイルですねなどにこうしっかりと包みまして空気を遮断します。これで、少しの間置いておくと完全に消すことができます。通常皆さんこちらパラコードなんかを使われると思うんですけれども、こちら約10ミリ圧ですねの麻紐になります。こちらを使ってみました。弓とスピンドルの作り方はまた別の動画で後日アップしますので興味のある方は見てください。そして、今回使用しましたこちらのナイフ、サバイバル JP さんの方で、販売し始めた新製品になります。でこちらのもの、今まで作ってきたプーコタイプとは全然方向性が違いまして、フルタング、マイカルタスケールでシースの方もタコポーチタイプになっておりますね。こういうデザインになった一番の理由というのがですね、相馬さんがですね、こちら元のデザインをコンセプトのデザインをしまして、そこに私が少しこう手を加えてまとめて、で見えるかな、ロゴも相馬さんのロゴと私のロゴと両方入っております。でこちらの方はですね、サバイバルナイフをまあこう元のコンセプトにしておりますので、こういった感じの作りで、バットの方もがっつりしたバットがついておりまして、ここで木の皮を削いだり、メタルマッチこすったりとかできるようになっております。でシースもですね、こちらベルトループ少し変わってますけれども、ベルトに刺した時にこう動きが出ますので、普通のベルトシースみたいにこうまっすぐにそのこの位置で固定ではなく、抜き刺しとか、あと歩いている時に干渉しづらいように、このように動きが出せるベルトループになっています。で D リングをここに追加しまして、別売りのカラビナとかベルトループなんかをここへこうつけていただければ、バックパックの腰紐に干渉しないように吊るすこともできます。いろいろ盛り込んだナイフとなっておりますので、興味のある方はぜひサバイバル JP のウェブショップから確認してみてください。それではまた。もいもい。